分かった気になれ。その竜内のモデルには馬の頭の皮を剥いだもの、竜の角は鹿を用い、爪はワシのもので、背中にあるおどろの部分はなんとサザエの貝の尖ったところ、胴体は蛇を参考にしています。題名は光竜天に昇るです。竜は雲の中から現れており、ダイナミックに描いています。この作品は明治24年頃とされ、作者は川村清雄です。近代日本絵画の洋画の先駆者の一人です。彼は幼少より大和へ南画を学び、留学して西洋画の技術を学んでいます。この時代、日本絵画が洋画と日本画に分かれていく中にあり、両者を折衷し、日本画的な画題表現で和風の油絵を描き、独自の画風を作りました。